パリパラリンピックの車椅子テニス男子シングルスの3回戦は、現地9月2日、日本時間3日、ニパリレッドクレーで行われ、第2シードで出場した日本の小田時人がブラジルのダニエル・ロドリゲス相手に2対0、6対0、61のストレートで破り、準々決勝進出を果たした。画像、随時更新、パリパラリンピックで輝いた日本人メダリストを厳選ショットで一挙紹介。 パラリンピック初出場となる18歳の小田は、全仏オープンで2023年と2024年の2年連続で王者に輝き、2連覇の快挙を達成。パリ大会では、金メダルの有力候補として注目されているが、男子シングルスの2回戦を前に、小田は自身の SNS で試合はあるけどテレビ放送はないらしいです。多分試合は日本時間日曜日のゴールデンタイム。 何のためにメディアに出て、演出してきたかわかんなくなりそうだけど、これが現実。とりあえず試合で見せますと綴り、テレビ中継がないことに不信感をあらわにしていた。そんな中、人気作家の岸田奈美さんが、3日未明に自身の X、Q、旧ツイッター、で、ほんまに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 これ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 ,これ。小田さん見れへんの。 して夜中にクッソでっけ声出してもうたと前述の小田の X 投稿の記事を引用した上で、テレビ中継がないことに驚きを示した。岸田さんは、父は急性し、母は突然の車椅子ユーザーとなり、弟は知的障害、ダウン症があり、祖母は物忘れがひどくなり。と、そんな自身の家族をめぐる日々を発信して SNS 上で注目を集め、書籍化や NHK プレミアムドラマ、 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だったとして連続テレビドラマ化して話題となっている作家の一人。準々決勝進出を果たした小田の試合が、テレビ中継なしとなっていることへの岸田さんの投稿にフォロワーからは、これほんとひどい、そんなに放送したくないのかな、NHK やってくれよ。予選も決勝も放送ないんですわ、民放は利益の出ないものは放送しないから。 いつも昼間のオリンピック報道で結果を知るだけで悲しみ、何のために放送権を持っているのかなどとさまざまな意見が寄せられている。